様を浴びにしてやろうか。はい、皆さんこんにちは、ももかわチャンネルです。はい、小学校生活もあとわずかとなりました。寂しいですが、まだ私は小学校生活でやり残していることがあります。そう、アメカ。ももかチャンネル今まで6年生でたくさんのものをアメにしてきました。まず最初はオーソドックスないちごアメから始まり、時にはうまい棒やプリッツをアメにして、タラタラしてんじゃねえよもアメにして、太郎キャベツまでアメにしてきました。そんな私ももかが一つアメにしてないものがありました。それがみかん、みかん、みかん。ということでね、めちゃくちゃ普通なアメを本日は作っていきたいと思います。それでは行ってみよう。今回使う材料はみかん、砂糖 180g、 水 50cc です。はい、今回ね、なんだみかんアメにするだけかよ、つまんねえなって思った方いると思いますが、ここだけの話、最終的にゆで卵も飴にしちゃいたいと思うので、ぜひ最後までお楽しみに。とりあえず飴作っていきます。まず砂糖入れます。水入れていきます。狐色になるまで火つけて溶かします。で、ちなみにポイントはあんまり茶色くなっちゃうと味がちょっと苦くなっちゃうので、少しだけ色が変わってきたら火を止めてください。色が変わってきたので火を止めます。はい、あらかじめ剥いといたみかんたちを今からアメ化していきます。こんな感じ、丸ごといきます。めっちゃいい、超いい感じ、サラサラしてる。今までで一番いいアメかも。1個目、2個目、これもただの時間との戦いですね。いい感じ。で、ちなみにアメ作るときにかき混ぜちゃいけない説あるんですけど、今回気にせずガンガンかき混ぜちゃいましたが、全然できそうですね。じゃあ次、一房ずつ。チュポン。ちょっと残ったので、線を描く。では最後にこちらのゆで卵ちゃんを入れていきます。イン。なんか弾いてる、なんか弾いてるよ。え、なに、なんかね、ジュブジュブいってる。ついたかな、ちょっとこういう感じ、いい感じ、これの方がいいかな。はい、はい、というわけでね、やっとみかん飴完成しました。見てください、皆さん。めっちゃ綺麗じゃないですか、これ。特に見てください。これとかもうね、リンゴ飴より綺麗かも。ほら、いい感じ。リンゴ飴みたい。めっちゃ綺麗。このちっちゃいみかん飴。これは、みかん飴です。これは、みかん飴です。はい、では早速食べていきます。じゃ、まずはこっちから。ちっちゃいのから食べていきます。いただきます。美味しいよ。いきます。うまっ。売れるよ、屋台に出せる。これは外はカリ、中からみかんの果汁がジュワッて出てきて、カリジュワで、すごいね、食感が美味しい、やばい。で、甘さとみかんの酸味がめちゃくちゃいい感じにマッチしてて超美味しい。え、これ屋台に出てさ、
120円くらいで、これ120円で、もう50円で売れます、1個。これやばい、超美味しい。これはね、絶対作った方がいいと思う。でね、特に、注意してほしいのが、このみかん飴の飴を分厚く、まあ、いっぱい塗っちゃうと、カチカチの飴になっちゃうので、噛めないんですよ。で、噛みたいね、噛む食感がすごい楽しいんで、薄く塗った方がいいと思います。これ超美味しい。ちょっと音フェチいきます。音フェチいきます。続いてはこちらの丸ごとみかん1個のやつ食べます。いただきます。やばい、もうこれ今までアメ化した中でこれ何回も言ってるけど、これは美味しい、すごい上位で、これ大きい分すごいね、ちょっと汁は垂れるんだけど、果汁が倍増してもカリッチュブワーン、うん、でも感触っていうか食べてる感じはもう完全リンゴ飴、風味が甘くてもうこれは最高、超美味しい。そして最後問題作、ゆで卵をアメ化してみた結果がこちらです。なんかね、すごい芸術的な感じですね、こっから見た感じ。皆さん見てください。このゆで卵くん、なんと、無敵でございます。もちもち肌です、まだ。でね、なんかちょっと、黄ばんでるって言い方悪いけどね、染み込んでるっていうか、なんかね、色がついてんだよね。今までどんなものも飴にしてきましたが、まさかのゆで卵、無敵ということで、一応食べてみます。ちょっとね、じゃあいただきます。周りが甘い、ただのゆで卵です。なんかこれは、もっとね、うえってなると思ったんですけど、なんか意外に、最初口に入れた時に風味がね、甘く、ほわーってきてから普通のゆで卵なんで、意外に美味しいかもしれない。まあ一つ言えるのは、フォークだけ完全アメ化されています。フォークをアメ化できました。はい、というわけで、今回は、小学校生活最後のアメ化をしてみました。まさかのゆで卵無敵ということでビビりましたね。普通にこのね、みかんアメは本当に成功して超美味しかったので、ぜひ作ってみてください。まあね、今回は小学校生活最後ということでみかんアメ作ってみましたが、ちょっとね、この小学校最後というフレーズ、これちょっと強そうなフレーズですので、ちょっと当分の間ももかチャンネル様々な動画のタイトルにそのフレーズを散りばめていきたいと思っています。ぜひね、ちょうどゆで卵を飴にしようと思っていた方がいたら、その方も参考になれたら嬉しいです。一つ覚えて帰ってきてください。ゆで卵は意外と強い。それでは皆さん、おみかん、バイバーイ。ダメだ、顎外れる。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。